新札幌アークシティサンピアザは、札幌市厚別区の新札幌福都心にある、ショッピングセンター。4層吹き抜けのアトリウム、光の広場を中心とする専門店、サンピアザ、総合スーパー、イオン新札幌店、百貨店、カテプリで構成している、商業施設のほか札幌市内唯一の水族館、サンピアザ水族館や多目的ホール、 サンピアザ劇場、クリニックや銀行などがある複合商業施設になっており連絡通路で接続している新札幌アークシティ寮などを含む駅周辺の愛称を新札幌アークシティとしているイオン新札幌店旧大英新札幌店カテプリ専門店で構成しているサンピアザは1977年にサンピアザショッピングセンターとして開店した 地下3階から地下1階までのメトロモールと地下1階から地上3階までのセンターモールがある。サンピアザには太陽の広場のほか、3には息子の意も含めており、札幌都心の息子として副都心を表現している。3階にはコミュニティ FM の FM ドラマシティの演奏所がある。2016年2017年の大規模リニューアルによって、 メトロモールは飲食フロアと食関連の雑貨店で統一し、センターモールのスイーツゾーンに食品ゾーンが加わり、サンピアザ、イオン、カテプリと一体した食品フロアを形成している。また、アインホールディングスによる新たな店舗、リップスヒップススタイルストアが出店したほか、キノクニア書店と無印良品が向かい合わせで一点増をした。 イオン新札幌店は、イオン北海道による、総合スーパー。地上2階、地下1階建て。1977年に、サンピアザショッピングセンターオープンと同時に、大英が、北海道内4番目の、大英店舗として開店した、大英厚別店が前身である。大英時代の店番号は、043。大英時代の店舗面積は25,200。 平方メートル。2015年に、イオン北海道が、大英の総合スーパー事業を承継したことに伴い、9月1日より、イオン新札幌店となった。2016年の全管理ニューアルにより、地下1階は、イオン、サンピアザ、カテプリの3棟一帯で、食品ゾーンを形成したほか、イオン、北海道発となる、ジュースバー、アイスバー、ファーストフードを合わせた。 イオンドリップカフェなどがオープンした。カテプリはイオンモールの運営するデパート。地上3階、地下2階建てで売り場面積約12万9平方メートル。1982年開店のダイエットプランタンの提携によるブランドプランタン2店舗目となるプランタン新札幌が前身である。店名はフランス語のカテとプリを合わせた言葉である。開業後は 経営が軌道に乗らず苦戦し、1983年には合弁会社をプランタンジャポンから分離し、大英100%出資の子会社、プランタン北海道による運営となった。1985年に大英新札幌店の増床という形で、北海道大英の店舗となった。2000年に大英とプランタンによる名称使用許諾契約満了に伴い、 カテプリ新札幌と解消した。2015年に、ン北海道が、大英の総合スーパー事業を承継したことに伴い、イオンカテプリ新札幌店となり、2016年に、イオンモールが、ン北海道から建物を転職して出店した。2016年2017年の、大規模リニューアルによって、北海道内最大級となる、約1000席のフードコート、 札幌丸井三越による土産品のセレクトショップ、北、キッチンなどが出展する、食物班、プリチカデリ、吉本工業グループの企業による、吉本エンタメショップや、妖怪ウォッチのオフィシャルショップ、ヨロズマート、スポーツゾーン、スポーツオーソリティ新札幌カテプリ店などがオープンした。サンピアザ劇場は、1981年にサンピアザホールの名称でオープンし、 当初は各種イベントを行う多目的ホールであったが、1984年に映画館へ転身したのを機に、現在の名称となった。2004年に映画館としての営業を終了後、翌年に再び多目的ホールとしてオープンした。なお、映画上映は不定期で行っている。施設概要イオン新札幌店に関するカテゴリー、大英新札幌店に関するカテゴリー、 カテプリに関するカテゴリー、サンピアザ劇場に関するカテゴリー、ありがとうございます。